はい、清水さん、今日はですね、ミニのジョン・クーパーワークス3台乗り比べるという、まあ、ダイナミックセーフティテストとしては珍しいですよね前からこういうのやってみたかったんだよね、やっぱりそのジョン・クーパーワークスは BM でいうところの M モデルなんだけど、M モデルももいいろんななのが出てきたじゃない、はい、でジョン・クーパーも、いろんなものも出てきて、はい、実は、我が家にですね、うん、何年か前に次男がどうしてもミニが欲しい、はい、しかもジョン・クーパーワークスが欲しいって言うんで。はい あのソフトトップのかぶりおれをね<ー>持ってたんですはいんはとい、はい、はねここにもう1台かぶりおれがあると、うん、製造通りだったんですけども、うん、今日は3台でした。まあ、ミニってもともとゴーカートチックなんだけど、はい、さらにそれを、うん、あのゴーカートっぽくしたのがジョン・クーパーワークスだから、はいうん、そのブランドのなんだろうこの走りのね共通性っていうのと。うんうん これだけファミリーが FF3 ドアと四駆のクラブマンと SUV4 駆、はいはい、スペックは全部違うんですよね、うん、車重も違う駆動方式も違うエンジンの装備も違う、はいはい、だけどその共通性と差別化みたいなところがどうなんだろうっていうのをこの DST で見たフィーリングとデータでね。はいはい そうするとこう。横並びで乗ってみないとわかんないところが見えてくると,うと、ね、そうだね。だから贅沢な企画ですよね。そうですねあのでもね。やっぱりしっかり。これをフィーリングだけじゃなくて、うん、スペックのデータとして残しておきたいなと思ったんでね。今日本当にもう冬のあの曙テストコース。福島県いわき市としては、うん、もう神が降りたように風がないんだよね。<laughs> 確かにこれ。 風あると辛いんですよね、<い>寒さが水が全部ね寄、はい、っちゃって水深が安定しないんですけどね、うん、まあテストだからやっぱデータ取る以上テスト条件というのは合わせなきゃいけないんでそこはもう本当に、うん、あにきちっと精度の高いテストやらないと、まあ、読者ユーザーに失礼になっちゃうんだねでもフィーリングでなんか今日感動したところとちょっと残念だったとこありましたよね。うん、え残念だったったていうのは ウエットトののテストのことですかしかしだってウエットテストってさ言い方単純に言えば「意地悪テスト」じゃない、はいはい、全然いじわるだってないんだよね。そで,で,、ねうん、で ABS の電子制御の何か抜けてるとこあるんじゃないかとか、はい、タイヤが減ったらダメになっちゃうんじゃないかとかいう,、うん、いうところをやることによって荒、はい、ああさらしじゃないんですけど、うん、まあユーザーにこういうシーンでは。 あのこういうところを気をつけて乗ってくださいねっていうのを言いたいがためにこのテストをやってるんだけど3台全く3台そうなんですよ全くスペックが違うと言ってもいいんですけどみんな距離にして42から46の間に全部入っている車重が3 0 0キロ違うしエンジンの出力違うしタイヤもねあのちょっと減ってるのがあったじゃないだけど全部同じ性能に行くっていうのは多分ねそこはジョン・クーパーワークスの。 あのブランドの掟で<て>これをやりたいからこういうユニット技術を開発していく部品っていうかね日本の場合はねどうしてもねある部品を寄せ集めてきて、まあ、最後はなんかこうチューニングでい、うん、くんだけど結果、うん、届いてないぞっつってちょっとチューニングしたす、うん、だから最初に何を得たかっていう、はい、その掲げるものがね、はいうん、ないとダメなんでバックキャスト的な考え方ですかね、うん だから結果でこれがあのないないですじゃなくて最初からこ,こ,こういう車を作りたいんだっていうのを狙いがねミニジョン・クーパーはこんなにはっきりしてるブランドはないよね。今日共通点と違いがあったとされて共通点は例えばブレーキあとフィーリングあとミッドとスポーツの差の部分はどのモデル乗ってもその差の部分は同じでしたよね。 違うのはやっぱりちょっと車高の高い SUV はファミリーチックだしホイールベストも伸びてるから多分実用性高いと思うんですよねあのミニのあのミニクーパーを乗りたいんだみたいな過激なちょっと車乗りたいんだっていったらやはりこれスペックではエンジン出力一番少ないけど軽いから一番ホットだから英語で言うとホッテストちょっとやんちゃな感じですごいやんちゃ で、こちらの2台になると、ちょっと大人っぽい。そうですね。家族でも使いやすいですし。なんか、そのやんちゃの部分が少しなくて、上質にな。そうですね。やんちゃな三男、ちょっとやんちゃな次男、一番上のお兄さんという感じね。でも、共通しているのは楽しさだったり、その。まあ、ウェットのテストで分かったような、ロバスト性の高さというんですかね。そうですね。 だから f. F. はフロントヘビーだから曲がりにくいとか、うん、重い車は止まりにくいとかっていう。まあ、物理のね、法則あるんだけど、少なくともこのジョンクーパーに関しては。うん、その物理法則を超えてますね。はい、っていうことはこっちになんか新しい物理法則あるんじゃないの?うんうんうん。そうですね。なんかいろいろ分かったけど、もっと奥が深そうだなっていうところも見えてきちゃいましたね。うんうん、そうだな。はい、どうも日本のエンジニアが考えているのは、やっぱ昭和の。 <laughs> あの自動車工学かわかんないね。ねここら辺はもう超越して、はい、やっぱ新しい新自動車工学みたいなものが、うん、その法則としてねあると思うんだけどね。まあ3台乗り比べたから何かこう分かってきたことがあるんで、うん、またこういうのやりましょうよ。そういつもながライバル比較とかやってるんで、でね、あえて同じブランドのもの乗ってみるとどういうふうにブランドの格がね。どうい、ん、うメーカーのテストね。はい、はいはいはい。<laughs> そうですね。 それもやってみるとまた違った側面が見えてきて面白いかもしれない、うん、まあ、この DSD はもともとナビでやった時から、はい、自動車日本の自動車業界にミサイルをぶち込むっていうのが私のコンセプトだったんで、はいあのー、やっぱそのミサイルがなくなると、はい、なんかただ褒めてるだけになっちゃうとだめなんでただ今回のジョン・クーパーにはちょっと前こっちが逆に成績が良すぎてウェットローメンテスなんか。 忖度しているのかと思われると嫌なんですけどだからもっと厳しいテストをし,、うん、していかないといけないでは今後ももうちょっとテスト方法を考えたりとか、うん、バージョンアップしながら、えー、続けていきたいと思いますだからミニのチューナーのジョン・クーパーさんというのはい、本当に過ごしちゃったんだね、はいはい、ということでとということで、はい、今日はジョン・クーパーワークス三台の乗り比べの DST でしたはい。ありがとうございました